はい、こんにちは。今回はね、こちらになりますね。いやー、こういう状態になりますってのはね、これは昔ピザーラというトミカがあって、で、トミカタウンがありまして、それにあったものなんですよ。ところが悲しいもんですよね。私はね、船歌をお送りしたいかなと思いますね。チャーララ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 ラみたいなね、しみじみ飲めばしみじみとってね、まあ本当にしびれなみたいなね、もう私のね、発達障害でね、当事者の人にね、アリさんという方が、野球が大好きな人がいらっしゃいますけどね、人、お酒が大好きですからね、本当しびれなっていうお話なんですよ。なんでですかって言ってね、もうあるいはね、すぐるさんというね、同じ発達当事者の人がいてですね、でその人は ASD も持っていて、でそのなんて発達障害のバーというのを作ってですね、でそこからその発達障害の人の、まあ、悩み相談を受けたりとか、お酒を提供したりしてやってる、一生懸命やってる方いらっしゃるんですがね、まあそういうとこ行ってね、カクテルマスターお願いしますみたいな、でそんでメロンのカクテルお願いしますみたいな、なんでメロンなんだみたいなね、ツッコミがあるかもしれないけど、そこはいいとしてですね、そういうの飲んでね、ああこれはこれ昔ピザ持ってたんだよなみたいな、であの時あれなんだよっつってね、そこにこう八代亜紀の曲が流れるわけですよ。でそれでこうね、昔この人形をね、こいつ人形がいたんだよなつって、ところがよ、あの兄ちゃんよ、もう年取っちまってよ、老後で定年退職してたんだよなみたいな、でいなくなっちゃったんだよなみたいな、であの兄ちゃんよ、体がすげえ痩せてたんよみたいな、ある意味すげえブラック会社だよみたいな、でもうね、すごい長時間労働してたからよ、もうあっという間に体が痩せ細っちまったんだよなみたいな、そんで老後になっちゃって、ね、そんであの兄行っちゃったんだよなみたいな、でそうするとその兄ちゃんがいなくなったピザーラなんだよな。悲しいもんですよ。これはね、アリスさんとかスグルさんだとね、もうお酒を提供してるからね、わかると思うんですね。悲しいもんですよ。こういう昔はね、遊んでいました。でも兄ちゃんがいなくなってしまいましたみたいなね。だからこれは3歳とか4歳の子供に言いたいわけですね。こういう付属されてる人形とかキャラクターとかがいたらですね、なくさないようにお願いしますよ。なくさないで取っといてください。そうするとね、なくしてしまいますと、二度と帰ってこなくなります。そうするとですね、このように寂しい状態になって帰ってくるんですよ。ですからね、こういう寂しい状態はできるだけ避けてほしいなっていうのがね、あります。でもまあなかなかこのピザーラもね、ピーっていう書いてあってね、なかなかいいですね。そういえば昔ポンキッキーズでね、ピーちゃんっていうのがありましてね、ピッ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 ピーとかいいですからね、なんだろうなと思ったら、最近なんか小鳥が鳴いてるのかなと思ったらね、ピーちゃんが鳴いてたんですね。ピーちゃんが小鳥かい、小鳥じゃねえのかいみたいな。で、よく見たら、ピーというところの、このね、ところに、ここに顔があって、ドヤ顔してましたからね。ああ、二重にびっくりしました、私は。で、そんで、コニーちゃんと一緒にね、じゃかじゃかじゃんけんスタートとかってやってましたからね。まあ、それ昔、私、小学校行った時、よく彼女がその歌をよく歌ってました。ね、もう、ずいぶん昔の話ですよ。もう二十何年も昔の話ですよね。でも、まあ、その時にね、そういうのがあってね、そういやこういうのがあったななんて話、余計な話をしてしまいましたが、まあ、なかなかこういうね、ピザーラというのはいいですね。もちろん私はピザーラのものは持ってるんです。持ってるんだけど、人形がいるかどうか、いなくなっちゃったんでね、残念かなというところがあるんですね。でもまあなかなかこういうのはいいなと思うところでございます。どうもありがとうございました。